速稼塾の久保です。私ね、男はつらいよっていうの好きなんですよね。それでもう、男はつらいの寅さんシリーズ作られなくなっちゃったじゃないですか。で、50作っていうのはもう拝見してですね、これ私のね、母と一緒にね、大好きな映画館、一緒に行ったんですよ。なんか、劇場で見る男はつらいよ。いや、よかったですね。いつもね、テレビで見るしかなかったんですけども、今こうして、この年になってね、お互い寅さん大好きな母親と一緒に、見に行けたのは本当に幸せだなと思います。で、あれから1年ぐらい経ったんですけども、「男はつらいよ」シリーズに出てきてくださっている、三生役のね、吉岡秀隆さんと後藤久美子さんがちょっとね、インタビュー答えてますんで、単なる朗読ですけどね、読ませていただこうかと思います。それではね、画面を切り替えていきますよ。まあこういう記事ですよね。これ後藤久美子さんと吉岡さんがいらっしゃって、渥美清さん、寅さんを忘れた日は一日もない。これ私もですよ。後藤久美子と語り合う寅さんへの死をということでございます。いいな、共演できて。まさに戦友と呼ぶにふさわしい2人だけが持つ特別な空気感をお届け。すべての写真を見るで13件ありますんで、リンクの方からね、写真の方をご覧いただければと思います。はい、記事なんですけども、男はつらいよシリーズの22年ぶりにして50作目となる新作、男はつらいよ、おかえり寅さんが12月27日より公開中だ。主人公の寅さんこと、車寅次郎、渥美清が、家族や恋したマドンナを巻き込み、騒動を巻き起こす様を綴る本シリーズ。最新作では、生みの親である山田洋次監督のもと、4K デジタル修復されて蘇ったシリーズ映像を支えながら、交えながら、寅さんの甥っ子の三生とその初恋の人、泉を中心とした新たなる物語を描き出す。思春期に初々しいカップルとして共演を果たしたのが、三生役の吉岡秀隆と泉役の後藤久美子。寅さんからたくさん背中を押してもらった三生と泉だが、二人に話を聞くと、吉岡が渥美清さんのことを忘れたことは一日もない。後藤が寅さんに会いたいと語るなど、寅さん、そして渥美清への死語が溢れ出した。ということで、これ記事書かれたのいつなんだろう。あ、去年ですね。すいません。今日はね、2020年の12月21日なんですけども、 Facebook を見ていてこの見出しが上がってきたんですよ。まあ、ですんで今の記事かなと思ったら去年の記事ですよね。でも私見るのが初めてなんで、ちょっとこれね、楽しみに改めて拝読させていただきます。台本を開くのが本当に怖かったと吉岡さんが語っていますね。寅さんに励ましてもらうことはたくさんあった。寅さんがスクリーンに帰ってきました。吉岡さんは「男はつらいよ」、浪花の恋の寅次郎81で、81年ですね、初登場して以来、寅さんの甥っ子の三生役を長年演じられてきました。あ、そうですね。この作品以前は子役の方が出てらっしゃったんですよね。で、私がね、この吉岡さんが出た時って、あれです、北の国からの潤が出てきたなと思ったんですよね。はい、この吉岡さんっていうのは、今ではね、ミスター小唐みたいなんで主役やったりとかしてますけども、昔からね、やっぱ子役としても優秀だったんでしょうね。三生役にとどまらず、北の国からの潤の役とかね、名演されてましたよね。はい、文章戻ります。22年ぶりの新作の台本を開くというのは、特別な思いがあったのではないでしょうか。吉岡さん、台本を開くのが本当に怖かったです。自分のお芝居が通用するのだろうかとも思いましたし、渥美さんがいらっしゃらない中でどんな映画になるのだろう、寅さんをずっと大好きで大事に思っているファンの方々を裏切りはしないだろうかなど、自分の中であらゆる葛藤がありました。でも山田監督にお会いして、監督の寅さんに会いたい、寅さんを撮りたいんだとい う情熱に触れて、台本を開くのが怖いなんて思っていたのはとんでもないことだと思いました。はあ、やっぱり対策にね、かける思いっていうのはベテランさんになっても変わらないんですね。後藤さんは三生の初恋相手の泉として、「男はつらいよ僕のおじさん」、これ89年作ですね。以降シリーズ6作目の出演となります。女優さんとしても本作が23年ぶりの復帰作となりますが、どのような思いで台本を受け取りましたか。ことで、後藤久美子さん答えてますね。山田監督からお声掛けをいただいてから、台本がいつ届くんだろうと待ちわびていました。いただいてからは読み込むこと、理解することに必死でした。泉の職業や私生活など、同じような人生を歩んでいる人たちの本を読んだりしながら、
今の泉を感じ取っていったように思います。私は過去のシリーズでもとにかく必死で、思い出そうと思っても記憶にないぐらい必死だったんです。本当に偉大なシリーズに参加させていただけたらなと思っています。あ、このね、後藤久美子さんも14歳の時でしたかね、なんか全日本美少女コンテストでグランプリ取ってからというものをもうずっと芸能界なんですよね。中丸徹さんと共演されたこともありましたけども、もう女優としてもかなりね磨きがかかったというふうに思います。確かね、後藤久美子さんは私もなんかイベントかなんかに行ったことあったんじゃなかったかな。はい、じゃあ文章戻ります。吉岡さん、台本を読んで三尾と泉ちゃんは一緒になっていなかったんだという驚きもあったね。笑い、僕の感想をはるかに、超えるようなものなので、僕の想像をはるかに超えるようなものなので、この20数年間のキャラクターたちの生きていた時間を感じて胸がいっぱいになりました。後藤久美子さんですね。やっぱり寅さんを一番恋しく思っていたのは山田監督なんだろうなと思うような台本でしたね。山田監督が作りたい、作るんだとおっしゃっているのだから、全てをお任せしようと喜んで現場に向かいましたということでございます。で、私もね、結構ね胸が熱くなりましたね。で、まだまだ文章続くんですけども、私の拙い朗読よりもね、これね直接皆さんが読んで感じてくださった方がいいと思いますので、ここからですね、リンク先のムービーウォーカーの記事、ムービーウォーカープレスさん、こちらの記事の方をねお読みいただければと思います。きっとですね、お一人お一人、皆さん方お一人一人のね、男はつらいよ、この50作が胸に躍るんではないかなと思います。そしてもうないと思いますけども、それぞれ私たちは自分たちの暮らしの中でですね、男はつらいよの51作、52作ってものを暮らしの中で見ていくと思うんですよ。こんなところに寅さんがいたらなとかね、どっか風に向かってね、寅さんの名前呼んだら不意にあのスーツで、あの背広でね、カバンを持ってトランクを持って現れそうな気がしませんか。最近は新型コロナウイルスの影響もあってね、テキ屋もなくなって、露店もなくなって、お祭りもどんどんなくなってきています。そんな中で寅さんは、お前幸せなのかっていうふうに語りかけてるような気が私はしてならないんですけどね。はい、拙い朗読だったんですけども、お付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、男はつらいはね、私大好きなシリーズで、これからもずっとね見ていきたいなと思いますし、観光地の方とかね、もちろん葛飾柴又の方とか、寅さん、サミットですか、こちらの方もね、また例の格好で参加させてもらおうと思いますので、全国の皆様よろしくお控えなすって。では、ごめんなすって。